おはようございます。元バンディット 400V です。2021年1月30日土曜日8時8分です。あ、何、なんか時計が、いや、あら、なんかバイクの時計がおかしくなってます。午前1時8分を指してます。なんだろう、時計がこんなになるのは何が原因だ。あ、いや、今日も寒い、いや寒いな。先週は週末雨だったんでちょっとバイク乗れなかったです。なんで1週間というか2週間ぶりに走ってます。1月ももう終わりになりましたんで、今日は寒いですけども、寒さも、来月あたりから少しずつ緩んでくるかなと。で、3月になれば、冬用の装備ももう取れるかなと。バイク乗りには嬉しい時期になりつつあります。ちょっと寒いんで普段50キロぐらい走ってるんですけども、今日は10キロでもう早々に切り上げたいというふうに考えてます。ちょっと最近ほとんど話題になってないですけども、1年延期になった、東京2020大会、観戦チケットは去年年末から今年にかけてかな、払い戻しの受付をやりまして、私もオリンピック・パラリンピック、チケットの払い戻しの申し込みっていうか申請をやってます。で、オリンピックについては、この払い戻しの申し込みの、受付しましたっていうメールには、12月下旬から、払い戻しの手続き順次やりますってなってたんですけども、先週ですね、27日かな、木曜日、違う、今週か、特に組織委員会からメールとか何もなかったんですけども、確認したら、カード会社の明細とそれから、決済口座の、金融機関の、取引明細で、戻っての確認できました。なんかそういうのって手続きしましたよっていう通知があっても良さそうなんですけども、ちょっとそこは不親切かなと思いました。で、なんで当初予定はっていうところで言うと1ヶ月ぐらい遅れて、振り込まれた感じですね。1枚だけですけども来てました。で、パラリンピックは確か1ヶ月後なんで、今月末からっていう風になってたと思うんですよね。だからそのオリンピックの実績から見るとパラの方は来月の末ってことなんで、あと1ヶ月後ぐらいに、お金戻ってくるのかなと。もうなかなかオリンピック・パラリンピック厳しいですよね。安倍さんはなんか何て言いましたっけ、完全なとかなんかそんな言い方はしてましたし、菅さんは打ち勝ったって言ってますけども、どっちももう厳しいですよね。日本だけ必死になって頑張っても世界的に落ち着かないとやっぱり難しいですよね。今国民の意識としては、予定通りやるのはもうほとんど、そういうふうに思ってる人は
少ない2割ぐらいですかね。再延期と中止っていうのがほとんどの意見だったんですね。まあ、スポンサーも大変みたいですね。1年間、追加 の、 協賛金というんですか、なんかそういうの払ってますんで、まあ、中止になれば無駄になるし、再延期になれば、さらにまた協賛金を、ね、組織委員会から、要請されるでしょうし、まあ無観客っていうのも随分現実的になってきたようですけども、それでやる意義があとあるかっていうところの難しい判断が、まああと2ヶ月ですね、聖火リレー始まる前にはなんかその辺の判断するみたいなんで、結構厳しいことを関係者の人はこれから考えなきゃいけないのかなと思います。まあ、あとは2回目の緊急事態宣言、来月の7日までということでしたけども、やっぱ厳しいみたいですね。感染者の数はちょっと減ったみたいですけども、なかなかその医療の、状況が良くならないと、楽にならないということで再延長になりそうだっていう報道がありました。まあでもね、医療関係者の人はもう1年以上そういう辛い思いをしながら現場で頑張ってるってことなんで、まあ別にその医療関係者だけがコロナで苦労してる人たちではないんですけども、まあ、でも命守る仕事なんで、なかなか辞めたくても辞められない人もいるみたいです。まあ、健康で、それから普通に生活できてることに感謝しなきゃいけないですね。ちょっと文字のブログでは毎月一遍ですね、11日っていう日に東日本大震災の記事をずっと書いてますけども、あの時に多分皆さんいろいろ感じたことあると思うんですけども、忘れちゃいましたよね大体の人。まあ、テレビもほとんど震災のことを扱ってないですけども、私まあ、何度も言ってますけども、地元が宮城県の気仙沼っていう、海の町に育ったんですが、地元は今でも震災関連の記事新聞に相変わらず載ってますね。まあまだ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 っていうか、もう10年ですけども、なかなかこうって難しいと、実感します。はい、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。